今週帰ることができるかどうか、ちょっと最終の判断をします。さっき申し上げたように、新しい予備費のことも来るかも分かりません。それから今日はですね、9月3日、結集新党に向けた、そこへ結集するかどうか、合流するかどうかの、締め切り日です。9月3日で、昨日北海道でですね、徳永恵里さんが、報じられて、いますけども、参加を決めてくださったことで、北海道は全員国会議員は、結集新党にということです。私の九州はちょっと大分が、残念な感じですけども、ぜひですね早く一緒になりたいと思ってます。で、その結集新党もそうですけども、合わせて、自民党さんの総裁選挙の話がありました。昨日安住君が、野党国対委員長会談のぶら下がりでも言ってましたけども、あれほどその党員投票を求めていて、小泉さん環境大臣でしたかね、多様な意見があることが分かってよかったと、まあ、そんなところで収まっていいのかと元自民党の私としては思いますね。で、もちろん私たちも結集新党も党員投票をやりたいんですが、もうそのいとまがありません。というか解党新党にしているために、その党員を名寄せする膨大な意思確認と、そしてその時間を必要とします。で、そうやってるたら10月25日に、解散総選挙の投開票日があると言われているこの日程の中で間に合わないんですね。非常に残念なことだと思います。もっと早く結集を終えとかなきゃいけなかったということですね。それは2ヶ月安倍首相が、ご自身が会見をなさらないということを考えてみれば、もう予測されたことですね。まあ、でももう今から言ってもせんないことです。逆に私たちは時間との戦い、をしてるんだということを今日もまたもう一回確認をしたいと思います。で、その上で安住君が言ってました。昔はですね、ああいうことが起きると浜田先生、浜子先生って言って、私も可愛がっていただきました。一回ですね、もう自民党出て、25年、四半世紀以上が経つんですけども、自民党さんの方から、本部に来てくれという話が自民党の友人からあってですね、何ですかって言ったら、先生が乗り込んでこられてて、お前を呼べとおっしゃってるというんで、まあ行きました。すごくあったかい方でしたね。でも権力闘争ものすごくて、バリケードをですね、椅子と机でやって、テレビにも流れてますかね、そこ今日昨日から、そういう状況だったです。それだけやっぱり中選挙区時代の自民党は、まあ、暴力はいけませんけども、本気の権力闘争があったわけですね。でも今は姿形を変えて、今も熾烈な、権力闘争があってるということを昨日友人が教えてくれました。で、それは、これ菅総理の流れを作ったのは、二階先生だと言われてます。二階先生はですね、私が新進党の時に、生み出してくれた、まあ、ある意味政界の親なんですね。権力闘争の流儀という話をいたしますと、私はその時岸田さんと同じ宏池会でした。で、ところが小選挙区で負けるともう出てくるところがないんですね。で、自民党から分かれた新進党に、小沢さんや二階先生のところにですね、加藤浩一先生が預けてくださった。もったいない話ですね。32とか3のですね、どこの馬の骨とは言いませんけども、自分のことを野の者とも山の者とも分からん人間をですね、そうやって、自民党から、新進党の人に頼むよって預けてくださった。熾烈な権力闘争をしながらも
そこには必然的にあったかいものがあったんですね。あのどんなにこう憎しみあっても、その後は憎しみを薄めて、そして互いに手を結ぶと。そりゃそうですよね。同じ日本人で、そしてその、日本を良くしようと思って、ただその道筋が違うんで争ってるわけですから。で、今回の権力闘争の流儀で言うと、昨日5時から、自民党さんの今の派閥の構成って、もう私も外に出てから長いんで、なんていうところがどうなってるかっていうのも、もう頭の中に一回一回入れないと分かんないんですけども、上位上の3派がですね、つまり細田派、これ安倍総理の派閥ですね、一番多い100人近く、97人ぐらいおられるでしょうか。それから、竹下派ですね、そして次は麻生派でしょうね、麻生派、竹下派と、この3派のトップ、つまり細田さん、麻生さん、そして、3派ですから、もう一つの竹下さんがですね、その3人が集まって、私たちは菅さんを支援しますと、派閥として支援しますとおっしゃったわけですね。あれ、惜しい、二階派が入ってない、つまり露骨な二階さん外しじゃないかっていうんで、昨日、その政界をですね、その情報が飛び回りました。もうすでにですね、総裁選のが党員投票がなくなったことで、もう国会議員の数でいうと圧倒的にその3派と二階派を入れればですね、もう圧倒的ですから。私も新進党時代からずっとご指導をいただいている石破さんに頑張ってほしいし、岸田さんにも一緒に机を並べたものですから、頑張ってほしいと外からは思うんですけども、ある意味、そうです、レースが決まっちゃってるんですね。でそこで何が起きてるかというと、そこでの主導権争い凄まじいですね。私はこの自民党の闘争の流儀にもやっぱり学ぶべきだと思います。野党の方に来てみて思ったのは、総括っていうのがその中途半端にダラダラと続きますね。前もお話をしましたけども、その反省をしてですね、次に向かうということは極めて大事です。だけど私がいた自民党に総括って言葉はなかったですね。総括をすると誰かをその責任者にしなきゃいけない。でそこはこれも是非がありますけども、曖昧にしたまま進んでいくんですね。これが全部いいって言いませんよ。だけどその戦う中での流儀といったものをこう学ぶ必要があるなと思います。そういう意味じゃですね、これを国民民主党、立憲民主党を回答するとき、国民民主党を回答するときに合意した文書がありますね。で最後まで大きな塊に向けて努力をすると、そして仮にそれが叶わない場合でも有効的、そして円滑に移行を進めていくということですが、いや驚きましたね、正論の論文、国民民主党のその申し合わせっていうか決議をですね、から真っ向から反する形でですね、仲間の、動きをあえて言います、誹謗中傷してる、本当に、ここまでやるんだなって思いましたね。でもですね、勝負っていうのはそんなところでやるもんじゃないですね。今逆に言うと、新進党の時も民主党、民進党の時も党中党なるものがありました。党には、一部は入ってるけども、党員ではないと。でそういう二重構造もですね、ある意味新しい結集新党では整理をつく、そのチャンスが来たのかなっていうふうに思います。さて暗く冷たいものとの戦い B のところに書いてますけども、これ
新自由主義、新保守主義のがあらわになる戦いがこれから繰り広げられるんじゃないかなと思います。あの小泉選挙を覚えておられますか。あの時の敵は自民党をぶっ壊すって言ってですね、自民党の支持基盤であった、郵政、これをぶっ壊していったわけですね。要するに敵を作って、劇場を作って、そして、自分たちの思いを遂げていくという、まあ、これこそその茶番みたいなものですね。でもその茶番はですね、何回も何回もテレビで繰り返し繰り返しやられると、資格っていうものがあって、そしてまあ、見物としては本当にそのくだらない三文芝居なんだけど、見ちゃうんですね。そして結局そのこれだけ格差が広がっていくとですね、私たちの本当の敵は何かというと、この格差を生んでるその元のものですね、もう何億という、いや何十億という、何百億というその富を独占しているものなんです。ところがですね、これも人間の認識の、まあ、弱さって言えば弱さなんでしょう。大きな数字は頭に入らないんです。目の前にないものは敵に見えないんです。敵はですね、目の前にいて自分よりちょっといい暮らしをしている人たち、ある時は公務員であったり、いや暮らしをしていると誤解をさせられているものです。この秋はですね、公務員給与の、あの改定の話、人事勧告に基づくまた、延長、あの黒川さんの延長問題、あれ、がもう外れましたけども、公務員の定年延長ですね、その時に必ず出てくるものがバッシングですね。お前らだけこんなやっていいかと、お前らだけこんなやっていいかって言ってる人たちの後ろを見てください。ものすごい巨万の富を、公益を私物化してですね、得ている、その人たちは何をやるかっていうと、今言った手法をやるわけです。官で働いてる人たちの給与を落とせばですね、民で働いてる人たちの給与も落ちます。そして消費税を上げて、みんなからお金を吸い取って、それを一部の人たちの減税につなげると、もう新自由主義の手口ですね。で、この手口を今日9月の3日の時点で申し上げておきます。さて、新しい、総理には、菅さんがなられるということがもうほぼ確定したと言われています。で、菅さんはですね、私あの、衆議院の宿舎の同じ階にあの部屋があって、非常にあのいろんなことでご指導をいただいてきました。同じ総務大臣ですから、やってきたことも似ています。菅さんの後を引き継いだものもあります。でも徹底的に違うのがですね、この新自由主義です。その新自由主義、郵政で彼がどんな姿勢を取ったかというと、それは私にはとても信じられない姿勢でありました。あの苦労人ということで秋田から出てこられてですね、そしてさまざまな苦労の中で、ここまで来られたと。それはそれはすごい人です。でもですね、その苦労人内閣を、組織を多分されるんだと思いますけども、その苦労人内閣が新自由主義の亡霊に取り憑かれていなければいいなというふうに思います。安倍政治を継承してですね、さらにさらにあの安倍政治に小泉政治の醜さを、安倍さんはですね、そこまで新自由主義ではなかったんですよね。で、その色彩が強まらないように、それと戦うということをですね、皆さんと共にあの、そうですね、苦労人だから取り憑かれた、そうかもわからない、そうなんですよね。あの永田町の中にはですね、東大官僚、そういうそのなんていうかな、もう絵も言えぬ特権意識を持ってる人たちがいますね。な、大したことないんですよね。私も自分の大学をあの下げすんだりする気は全くありません。あの優秀な人は優秀です。でもそれはどこも同じなんですよね。別に彼らが特権
18歳とか19歳の時に一生懸命勉強する、それ大事なことですけども、それが30、40、50になってもその切符が通用するって思ったら大間違いだと思いますね。でもこれで終わりにします。もう一つは保守という名の傀儡です。今保守という人たちがどういう姿をしているか、これもずっとここでもお話をしてきました。私の先祖は明治維新にも関わり、佐賀の駅、もっと言うと226事件にも名前が登場します。ある意味この戦後のですね、いや明治維新以降の歴史の中に登場する人たちです。でもあえて言うと薩長土肥でやったこの明治維新、それはもちろん独立自尊、このまま行くとその化石文明の人たちに、やられてしまうと、その功績は大きいと思います明治維新。でもですね、薩長土肥の薩長の後ろに何がいたか、それは外国勢力ですよね。外国勢力が傀儡を作って、そして圧倒的な力で日本を支配をしていった、廃仏毀釈でもないもそうですけども、日本の文化やもう宗教あるいは武道、いくつのものが捨て去られました。後で詳しく別の時に申し上げますけども、日本の骨格たるその象徴、今象徴天皇制ですね、その天皇制についても大きく変わっていくわけです。いい方に変わったらいいですよ。だけどその傀儡の外からの支配に、ずっとそれが強くなってきて、でそれがじゃあ敗戦後さらにさらに今度は、当時は、イギリスであったりヨーロッパ系の国だったと思いますけども、その戦後はどこかというと、もう明らかですね、アメリカの戦争屋のもとにその傀儡がずっと続くわけですね。で新自由主義もこの20年間の衰退、その招いた人たちの論理を追ってみてください。全部そのアメリカの金融ハイエナ、アメリカの戦争屋の論理をそのまま推し進めてきた人たちの勝利なんです。それに立ち向かう日の丸の私たちはずっと撃退をされてきました。やっぱり力が違うんですよ。でもそんなところでですね、止まってるわけにはいかない。保守という名の傀儡っていうことをですね、ぜひ皆さん頭の中に、そうですね、 CSIS って、もちろん CSIS は優れたシンクタンクですが、 CSIS の中にはジャパンハンドラーズ、日本をですね、多くのその富を吸い上げる人たちもいましたね。じゃあ皆さん、今日もこれらと戦います。どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますけども、ぜひですね、次の総選挙、その傀儡、それから、新自由主義との戦いになると思います。結集新党をですね、傀儡とその新自由主義両方で挟み撃ちにしようという動きもあります。一刻も早く、これ代表選がどうなるかまだ見えてきませんけども、時との戦いに勝利もして、日本の独立自尊、そして自由と人権の明るく温かい社会を作っていきたいと思います。それじゃあ皆さん、今日もたくさんの祝福がありますように。どうぞ、そうですね、独立の保守に、柔軟な保守に、傀儡の言葉に気をつけてください。そして皆さんの周りでですね、自分とよりちょっといい、と暮らしをしている人に、その敵を向けさせようとする人がいたら、どうぞ、あ、原口が言ってた人じゃないかなということをですね、ぜひ、思い出してください。それじゃあごきげんよう。ありがとうございます。